はい、こんにちは、めいのです。本日は、超広角ズームレンズを使ってスナップ撮影をしていきたいと思います。はい、で写真が、うまくなるためには得意なことだけじゃなくて、やっぱり苦手なこともしていかないとなかなかうまくならないと思いますので、今回は僕が苦手な超広角ズームレンズと、でスナップ撮影っていうのも苦手なので、超広角ズームレンズで、スナップ撮影することでちょっとこの写真の上達を目指していきたいなと思います。高知で、あんまりスナップするとこってなんかこれってないんですけど、とりあえず街中に、来てみましたので、ここでスナップ撮影していこうかと思います。はい、まずここ撮っていきたいと思います。はい、道になってまして開けた景色になっているのと、ちょこんと止まっているタクシーがいいかなと思ったので、ここで、撮っていきたいと思います。ここをシンプルに、ここの道路を、ど真ん中に配置して撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。F 値は4に設定しまして、手前の、タクシーとかにはピントがあって、奥の方はちょっとボケるような感じで撮っていきたいと思います。この場合でシャッタースピードが、800分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真になります。もうシンプルに、青空がドーンとありまして、で、こう三角構図使ってるんですけれども、どこが三角になってるか、分かるでしょうか。このビルのこのラインと青空のところ、ここがまあ三角構図みたいになってますので、奥行きを感じる写真に、しております。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。スターバックスがあるところなんですけど、手前のなんかこの電子板のところに空き缶がありましたので、空き缶の方にピント合わせてスターバックスの背景にして撮っていきます。で斜めから撮ることでこのラインが入って奥行き感のある写真になるかと思うので、ここで撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の空き缶にピントを合わせて、で奥の背景をちょっとボケさせていきたいので、 F 値は 3.2 に設定しました。この場合シャッタースピード500分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の左下に、空き缶を配置しまして、背景はおしゃれなスターバックスに、してみました。スターバックスの建物のラインが、右奥の方にこう向かっていってパスが効いてますので、この奥行きを感じる写真になったんじゃないでしょうか。そしたら次撮っていきましょう。はい、次このビル撮っていきましょう。なかなかねこの大きいビルないんで、ここを上に向いて撮ると、この中でも三角構図みたいになりまして、よりこうビルの高さが強調できるかと思います。でちょうどこの太陽がこの右側面に当たってまして、こっちのこう光の綺麗な感じと日陰になっている方とメイヤー差を作ることができるので、ここを撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。下から上までピント合わせていきたいので、ここは F 値8に設定しました。でこの場合でシャッタースピード200分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。で露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。動画にアップしているときはちょっと縦構図を採用しているか横構図を採用しているかわからないんですけれども、ちょっとこの三角構図的な感じで撮りまして、ビルの高さを表現してみました。で今光がちょうどいい感じで当たってますの で反射してくれるおかげでこう柔らかい光に変わって、右側が明るくて左側が日陰になってますので、明暗さのある写真になったんじゃないでしょうか。で上は青空になってますので、ちょっとこう開放感も
春写真になったかと思います。では次撮っていきましょう。はい、ここの位置からスローシャッターで狙っていきたいんですけど、 ND フィルター持ってきてないことを気づきまして、とりあえずこう F 値22最大まで上げて、 ISO 感度もこう拡張のローの 1.0 っていうのにして、なんとかシャッタースピード30分の1秒にしてますので、これでちょっとこの車がブレていくような感じを撮ってみたいなと思います。はい、撮れた写真がこんな感じになります。スナップの上手い人ってこういうなんかこうブレた写真を撮っていることが多いんで、それを真似したかったんですけれども、いつもの通り ND フィルターを忘れてきまして、ブレっぷりがあんまりないで明るすぎる写真になってしまいました。まあ、レタッチで明るさは直してるかもしれないんですけれども、まあ、やっぱりこう準備不足っていうのが響いてきますね。まあ、そしたら次撮っていきましょう。はい、これキリコ細工っていうんですかね、ちょっと名前わかんないんですけど、綺麗だったのでこれ撮っていきたいと思います。まあ、正面でこう撮ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、せっかく超広角持ってますので、まあ、横にすることでこの下のこのラインとこの上のラインを使いつつ、手前の方にピント合わせてこっちをボケさせて撮りたいなと思います。でこの辺に背景がまた反射してまして、一時停止の赤い標識がありますので、まあ、そういうとこも入れつつ撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は 5.6 に設定しまして、手前の方はしっかりとピント合わせて撮っていきます。で奥、まあ、右側ですね、写真の肉についてこうボケていくような設定にしていきます。でこの場合でシャッタースピードが80分の1秒出てますので、焦点距離 28mm で撮りますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。左側の、まあ、手前側に、ピントを合わせまして、右側にほどこうボケるような感じで撮ってみました。でこの枠のラインが入っているので奥行き感を感じるのと、反射しているところに、ありますので、ちょっとこうガラスの、ね、透明感というかそういうのを出して撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、大宮町一周、一直線撮ってきたんですけれども、スナップ撮影って意外とこう何を撮っていいのかわからない感じで、普段風景撮ってるのとなんか変わらない気がするんですけど、なんかこう何ですか、身についていいなと思ったやつを、まあ、撮るのがスナップ写真かと思うんですけれども、今のところなんか構図、気にしてしまって普段通りしか撮れてないので、ちょっとこうポーズとかね、あのバランスとか気にせずに、自分が綺麗だなと思ったのを次はこう撮っていくようにしてみたいなと思います。はい、本日は、苦手な超広角レンズで苦手なスナップ写真を撮りに来ておりました。普段あの望遠レンズで切り取る写真が多かったですので、やっぱり思ったように撮れなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、こういうこともしていかないと写真っていうのはうまくなりませんので、またこういう機会を作って撮りに来たいと思います。で今日はそろそろ帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。